フランク・アロイシュース・バレットは、アメリカ合衆国の政治家、弁護士、連邦上院議員、連邦下院議員、第21代ワイオミング州知事を歴任した。1892年11月10日に、ネブラスカ州オマハで8人家族のもとに誕生した。母親と父方の祖父母はアイルランドからの移民であった。地元の公立学校で学び、1916年に、 クライトン大学法学部を卒業した。第一次世界大戦中、アメリカ陸軍の気球部隊に2年間入隊。1919年に弁護士資格を取得し、ワイオミング州ラスクに移住した。その後にオブララ軍軍検事、ワイオミング州上院議員を務めた後、ワイオミング大学の評議員を務めた。1936年に、初めて会議員に立候補したが、ポールグリーバーに敗れた。 1942年に再び下院議員選挙に立候補して当選し、下院議員を4期務めた。1951年に第21代ワイオミング州知事に就任した。1952年選挙で連邦上院議員に当選したが、1958年の選挙で民主党のゲール W 紛りに敗北して、再選は果たせなかった。 1959年には、農務省の最高顧問に任命され、商品信用公社の取締役会のメンバーとなった。1962年5月15日に、白血病と診断され、その15日後に亡くなった。ニオブララグンラスクの墓地に埋葬された。敬験なカトリック教徒で、コロンブス騎士団のメンバーだった。ありがとうございます。